ミルクサッカーアカデミー井上麻でございます。ノーミルク佐藤です。お願いします。今日はこちらでございますね。どんでた。データ通信もシリーズ2021ギラバーズ北九州でございます。お願いいたします。はい、ということでこのシリーズでございますけどもね、はい、ついに九州上陸ということでございます。そうなの。札幌からね、やってまいりましたけれども、はい、まあ先シーズンの振り返りというデータでございます、先生お願いします。よろしくお願いします。はい、北九州はね、はい、前年の躍進はあったものの、はい、そこでいっぱいいろんな選手出ちゃったのもあり、はい、2021シーズンは22チーム中21位ということで、はい、2022シーズンはね、うん、まあ、J3 で戦うことになりましたという感じになりましたと。はい、うん、で、これはもうただね、あの、小林慎二監督並びに、もうね、今年2021シーズン在籍した選手たちももう口を並べ揃えてというか、はい、もうほぼ同じようなことを喋ってるってところもある。それがね、はい、あの、何なのかっていうところを、まあ、全部データのところで踏まえていろいろ話していければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは早速、一つ目のデータ資料いきましょう。はい、こちらです。ドン。はい、出ました。はい、こちら。うん、2021シーズンの月別、状況別成績一覧となっております、うん。上のグラフの部分が1試合平均の勝ち点になっておりまして、はい、下の表の組のところとも対応しておりますと。うん、で、下のその表のところ、まあ、得点だったり勝ち点失点いろいろあるんですけど、はい、水色のところが良かったよっていうところで、オレンジのところがうーんといったデータであったんですが、うんうん、まあ、オレンジがちょっと多めに出てきてしまっているとこういう感じですね。うん、で、まあ、その中でもだからなんとなくというかね、わかるところで言ったら、まあ、得点のところ。うん、はい。まあ、2、3月の6点というところが上がりまして、6、2、7、0、7、3ところありますけれども、はい、うん、まあ、1試合平均1.5 を超えた月がなかったという感じですね。うん、ディフェンス面では9月にね、あの1試合平均失点が1を切るっていう優秀な成績残す月もあったんですが、ね、はい、だってディフェンスに比べるとちょっとオフェンスのところがうまくいかなかったというのはあったでしょうかと。なるほど。まあでもねと、まあさんと、皆さんと、はい、じゃあ一シーズン前をちょっと思い出してみようかと。はいはいはい。ツートップ、マチノ&ディサロ。はい、そうですね。定番行っちゃいましたね、とか。よかったから、ね、ゆえにということですもんね、チームが。そうなんですよね。はい、で、もともと北九州のチームは、うん、あの、後でまた伝えますけれども、うん、あの、ビルドアップのところで違いを作ってきたチームで、はい、最後のフィニッシングのところが、いわゆるここでしっかりこう決め切るようなサッカーではあったんですが、そこのビルドアップに、いわゆるね、自分たちの特色があるからこそ、やっぱり J3 時代から含めて、こう、2、3年かけて、こう、積み上げてきたものがあっての、ようやくの去年でしたか。2020でしたから。はいはい。なかなかそこが急にね、8人9人スタメン入れ替わりましたってなったら、そりゃすぐにはできませんよねっていう、ところはあったのかなと、思われますと。で、監督、小林さんもですね、あの、そういう面ではキャプテンである高橋大吾等々に、あの、だいぶ迷惑をかけてしまったなんて発言をしてて、で、おそらくは、多分、その高橋大吾選手から、こう、フォワードの皆さんに、こう、コーチング的な感じで、ここはこうするんだよ、みたいな、そういう役目も負ってたんじゃないかってところがあるみたいなので、多分、そこのところとかで、なかなかこうね、あの、全部が全部を、こう、自分たちでできるわけでもなく、みんなで分担したんだけども、まだまだやっぱり時間ってのはかかるもんなんだなってことを認識されたみたいなコメントが結構いろんなところに出てたんですよ、ね。はい。はい、ということでございました。はい。続いて2枚目の資料見ていきましょう。はい、こちらです。お願いします。はい。選手別の出場時間割合ということでございます。はい、まあ僕は異業と言っていいんじゃないかなと思うんですけども、はい、こちらですね。今そのお名前も出しましたけども、高橋大吾選手、うん、イールドの特に前線のプレイヤーとしてはほぼいないですね。日本で見たことないです。世界でも。100% ということは全試合フルタイム出場。うわぁ、これはすごい。そしてシーズン10ゴール。すごい。いやぁ、これすごいですね。聞いたことあるのないですね。ないよね。全くないです。すべての90分に出たってことですもんね。そうです。1分もベンチに座ってない。わぁ、すごい。センターバック、ゴールキーパーなら、ボランチならまだ聞いたことはありますけど。ね、しかもこの5人交代のご時世でね。の前線メンバーですから。それは欠かせなかったっていうことなんですね。そうですね。これは何か賞をね。あ、ね、ほんとそうなんですよね。これはね、はい。でもだからもう彼はギラバンツーでそれある意味育ったようなところはありますけれども、はいはいはい、そのやっぱね、チームをこう、背負って立つ責任っていうことも踏まえて分かった上で、清水に戻りましたから。はい。まあ今度はね、北九州の皆さん的にも2022シーズンの清水エスパルスの高橋大吾選手も
ご注目いただけたらなと思いますね。やっぱり、そうですね、はい、で全体的に見てもやっぱり前年2020シーズンを知ってるメンバーがだいたい多めに出てたなっていうところもあったので、やっぱりなんだろう、能力、それぞれの選手の能力っていろいろあると思うんだけれども、うん、やっぱ戦術をこうしっかりこう作ってるチームにとってはやっぱ前年前々年からいた選手ってことがやっぱり重要になってきていたんだなってことが分かるなという資料になりましたということでした。じゃあここから先はレーダーチャートでこの2021シーズンの北九州データを見ていきましょう。細かいデータ。はい、こちらでございます。はい、ドンと。こちらですね、うん、まずは左側のデータ見て、グラフをね見ていただきたいと、はいはいはい、真ん中にある白いところですね、こちらが平均の偏差値50、そうですね、でオレンジが北九州、はい、大外が偏差値70になっておりますと、うん、で ABCDEF ってのはそれぞれ右上右下のところともそれぞれ対応していると、うん、なるほど、まあなのでまあ先ほどのね一番上の資料とも同じですけど、はい、うん、やっぱなかなかこの A のこのシュート得点というところですよね、がかなりちょっと真ん中に近い感じになっちゃってるので、まあなかなかここのところでまあ差がね、むしろ相手からこう広げられてしまったってところはあったんだ、はい、でもじゃあそうなったのは他にも何か理由があるのか、それが来季のね J3 シーズンにまたね迎える中でどう変わってくるのかってところもあるんじゃないかなと思うので、細かくも見ていこうと思います。はい、お願いします。はい、こちらでございます。ドン、うん。はい。はい。こちら、まず見ていただきたいのが、と、ね、うん、いうのが、まあ、左ですよね。はい。まあ、得点がやっぱり、22チーム中20位と。そうですね。うん。で、シュート、枠内シュートもやっぱり、22チーム中の21位だったり、うん、そうなんです。で、枠内が22チーム中の実はね、22位ということで、枠内パーセントって平均が30から33%の間に収まるんですけど、はい、やっぱり5から8% 低いっていう風になってくると、なかなかっていうのがあるのかなと、うん、いうところでした。でもじゃあこれは何によって生まれてきたのかなというと、やっぱり他のところにも出てくるものはあって、はい、7番、こちらペナルティーエリアへの侵入数もやはり多くはなく、13番のアタッキングサイドの侵入数もやはり多くなかったり、はい、で、この9番とか15番にあるような、カウンターで攻め入るよとか、ポゼッションの攻撃でこう攻め入るよっていうような項目も、まあ、なんだろう、最下位層とは言わないけども、うん、注意よりかは下のところにあったりだとかで、うんうんうん、なかなかやっぱり自分たちのビルドアップってところから前につなぐっていう部分が難しくなっちゃっていたのかな、うん、なんていうのが全体的で、あの、監督とチームの狙いとしては、うん、どこをこう一桁台に持っていきたかったと先生は見てます？僕はですね、はい、あるとするならば、うん、まず13ですね。うん、13。はい、はいはい。丸13と、あとは丸16、うん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 。アタッキングサードへの新ニュースだったり、うんうん、チャンスを作るっていうそのパーセンテージ、ね。もちろん、これはもう全てのチームがそうじゃないですか。カウンターなのか、なんていうんですか、あの、ポジション。あ、それで言えばポゼッションの方じゃないかなと思いますね。はい。あの、ある意味ではバレちゃったって言い方もちょっとできるところはあるんですよ。ほう。というのも、あの、まあ、よくあるパターンでもあるんですが、はいはいはい、あの、北九州はその前年前々年から、はい、あの、守備の時2バックみたいなチームになっていたんですよね。はい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 、要は、あの、ボランチの選手が1枚こう降りてくる動きをしながら、キーパーと両センターバック、うん、そしてボランチの4枚で相手のフォワードのプレスを剥がし、はい、サイドバックがもうウィングの位置まで行っちゃって。大胆にね、人数をかけるという前に、ね、そうなんですよ。はい、で、2列目の、まあ、いわゆる442というチームなので、2列目の2人っていうのも前線に行っちゃうってところで、はいはいはい、フォーメーション的に言うと226とか316みたいになるようなフォーメーションだったんですけど、そのいわゆるサイドバックが上がるよとか、2列目の選手が上がるよっていうところで、ちょっと封鎖されたなっていう感じが。なるほど。うん、なんで、やっぱ2、3年同じ戦術戦略取ってくるってなると、ちょっとバレてしまうってところもあったのかな、と、うん、いうところはあるかもしれません。はい。ただ、やっぱね、あの、新しいメンバー含めた上で、それでも果敢にこう、やっぱり、ね、理想を追求していこうってした姿ってのが、やっぱ北九州のファン、サポーターの皆さんのこう胸を打っていたシーズンでもあったのかなと僕は思っています。はい、続いて今度はディフェンスも見ていきましょう。こちらでございます。はい。はい、ディフェンスだからこのチーム良かったよってところがね、何個かありまして。おー、ありますね。はい。まずは23番。あの、はい、ファールをしなかった。おー、クリーンな。守りを見せてそうなんですよ、はい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 、それが良かったっていうところと、あとはあの中盤のところまでで奪うことですね、インターセプトだったりタックルだったりでボールを奪い切るなんていうところはかなりね、できていたんじゃないかなっていうところはありました。あとは結果的に、はい、あのキーパー数人使ったってところはありますけど、はい、
やっぱセーブ数ですね、これはね、うん。ピンチの局面も多かったんだけど、そのセーブを見事にゴールキーパーの皆さんがしのぎ切って、はいはい、22チーム中1位の成績を叩き出していたというのは、はい、ただ、うん、やはりこう、先ほど言った通り、フォーメーションというかね、本気にこう、転じるよってなった時、はい、3、1、6みたいな感じになったりするフォーメーションでもありますから、そこで仮にボール奪われちゃったってなってしまうと、はい、自陣の方でね、数的不利が生まれてしまうのもあって、この32番とか33番そうですね、はい、シュートを打たれるケースがあまりにも多かったと。だセーブ数もいいし、セーブの率も高いんだけれども、失点するケースが多かったっていうのは、そもそもやっぱシュートを打たれてしまうケースとかが多かったからかなとか、奪われてしまうことが多かったからかなとも、ちょっと感じます。はい。まあ、ただ、北九州はね、監督をまた変えますけれども、うん、また小林監督の、まあ、息かかったって言い方はあれですけど、天野さんね、新監督。はいはい、また同じような形でさらにレベルアップを目指して、また J2 へ挑んでいくってことをすでに標榜されているところもありますから、うん、はい、まただから2020シーズン、2019シーズンかに、J3 で見せたような旋風以上のものが、僕は北九州巻き起こるんじゃないかなと思うので、うん、はい、ちょっとそのあたりも2022シーズン楽しみだなと。はい。ああいうところでございました。はい。はい。ということでありがとうございました。ということで。ありがとうございました。新シーズンどのような戦いを見せてくれるでしょうか、楽しみです。ということで、このシリーズ。はい。まだまだ続きます。ということで、ミロカ自体毎日やってますので、ぜひ明日も聞いてください。お願いします。チャンネル登録、そして高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。井上まあでございました。ノーミルク佐藤でした。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。